札幌市の隣、石狩市にある石狩浜。広大な砂浜で開催されたのが、今年で7回目になるゴミ拾いビーチウォークです。例年およそ2時間で2トンから3トンほどのゴミが集まるこの活動には、個人団体のおよそ500名が参加します。ゴミ拾いのためにこれだけ人が集まる活動には一体どんな魅力があるのでしょうか。いろんな企業の方だったり一般の方々がこれだけ集まってこう海岸をきれいにする、実際きれいになるので、その終わった後の達成感がやめられないです。すがすがしい気分っていうか、まあ、いいことするとやっぱなんていうんですか、嬉しい気持ちじゃないですけど、いいですよね。石狩浜っていうのは漂着ゴミっていうのが結構ひどいんですね。それが外国からのものだけじゃなくて、札幌市内の方から流れてくる、川を伝って流れてくる、そういうゴミも見れると、そういうお勉強も含めて、あと海岸が非常に汚いというのも含めて、それをきれいにしたいという趣旨ですね。多くの漂着ゴミで汚れてしまった石狩浜をきれいにしたい、またたくさんの人数が集まれる広い場所ということもあって、ゴミ拾いは毎年ここで行われます。いや、なんかすごく海がきれいで、ゴミ拾うのも楽しいし、楽しいです。そんなにね、一生懸命ゴミ拾ってきれいにしてるぞっていうつもりはないんですけど、まあ遊びながらちょっとでもそういう貢献ができればいいかなとは思います。自分の住んでた町の浜辺はそれこそこう流れ着いたゴミがいっぱいあったので、そういうのが子供ながらに気になってることもあったので、その気になったことに対してこう活動できてることも良かったのかなとは思いますけど。家族や同僚で楽しみながら大事な海をきれいにできるのがイベント最大の魅力です。この日過去最多の664名で集めたゴミはおよそ2トン。あいにくの強風で例年よりも少なかったようですが、浜辺はこの通りすっかり綺麗になりました。ゴミ拾いビーチウォークは石狩市石狩浜で行われています。海と日本プロジェクト in ガッチャンコ北海道公式サイトではいろいろな動画を配信中です。